眠い。こんにちは。おはようございます。コケヤルアシュ、すごい勝手に急に配信したのに見に来てくれてる、ありがとうございます。通知をオンにしてくださって。今日はレッスン、朝からレッスンで、もうこの後もずっと夜までレッスンだけど、空き時間がバリ長くて、もうこっからもう何時間も寝たらいいのでは。だってね、ちょっと先にショールームやろうと思って。髪色明るい、なんか昨日も髪赤い、いいねその色って言われたんだよ。そう、何してんの。何もしてないよ。外は大雨です。え、そうだよね、外にも出たくないよ、雨だから。見てください、じゃん。昨日買ったジュワパン、ジュワバタメロ塩メロンパン、ジワバタ塩メロンパン。昨日はなんかローソンに行って一回買おうと思ったけど、バッグに入らないからやめて、でピューロランドに行ったんですよ昨日。ピューロランドに行った帰りに、ピューロランドの近くにローソンあったから行ったら、残りラス1だったのそれで買っちゃいました。バッグに入らなかったけど買っちゃいました。なんか昨日発売らしい。美味しいのかな。コンビニでパンとかめっちゃ久しぶりに買いました。舐めただけでも結構しょっぱい。菓子パンって感じや。菓子パンや。菓子パンや。昨日のチャオの付録にマツケンあるって言われて、そう、それみんなに言われる。みんなっていうかもう3人ぐらい買わなきゃ。味の解説よ。甘くてしょっぱい。バターの香り結構する。フロック配信待ってますだってね。やりたいよ。半分ちょうだいだって嫌や。自分は食べたくてさ、自分のために買ったからあげれません。私はこれを全部自分で食べたい。
全部ちょうだいだって、やば。自分で買ってください。パンにパン半分あげる優しさも必要です。それって優しさなのかな。それって優しさだと思う。優しさなのかな。甘やかしてるってことじゃない？うん。美味しそうで会議に集中できない。会議中？今日雨降ってるね。寒すぎてびっくりしたよ。もう風邪ひいてます、普通に。今日は長袖に上着も着てきた。寒くて、寒いよね。食べ終わった。ルイボスティー。今日も今日撮ってるルイボス。なんでこんなに早起きなのか、だってね。何時まで配信だって分からん。リップクリーム忘れちゃった、あっちに。口が、またエリーにもらったの、いただいた。
これ関西だし醤油。肌とか荒れないだって。でもいっぱい食べたらニキビとか1個とかできるけど、なんか体調が悪くなったら肌が荒れるなって気づいた最近は。うん、寝てないとか、うん、なんか食生活で荒れる時もあるよ。なんかやっぱポテチとかラーメンとか食べたら、あ、ちょっとニキビできちゃったと思うけど、でもさ、それ荒れてるってここだけだなって思う。なんかニキビができたところだけ、あ、ニキビだと思うんだけど、体調悪かったり寝てないってなると、もう肌全部が、あ、なんかやばいなって、うん、なる、うん、だから寝ないと、寝て健康なことが一番大事、うん、当たり前、うん、ポテチみたいなお菓子減らしたらお肌荒れにくくなったって言うてたけど、え、当たり前だよね。うん、当たり前だと思う、それって。うん、うん、え、でもポテチとか食べてもそんな肌荒れないんですよ。なんかこの前は熱が出たんです、めっちゃ38度の熱が2日連続で出て、この時にすっごい体調が悪くて、すごい汗がすごい出て、寒くて、寒いのに汗が出て、でもマスクして寝なきゃいけなくて、マスクして寝ないと嫌だなと思って、その時に顔にめっちゃ汗とマスクがこうやって混合して、めっちゃここが荒れちゃったんですよ。それでマネージャーさんがなんかすごい肌が、そう、 SYK のあのマネージャーさんが肌がすごい荒れてるねってなって、うん、それで荒れた。で、私コロナの時にもめっちゃ肌が荒れて、コロナの時もうその時が過去で一番肌が荒れて、コロナの時も体調すっごい悪くなるじゃないですか、うん、体調が悪くなると本当に肌が荒れる、うん、確かに美味しく食べてる時に肌がどうかとかコメントせんでええのよ、確かに。美味しい。うん。心配してるんだがって、え、大丈夫です。うん。どんな味しますか？なんか甘い。甘じょっぱい。
甘じょっぱいです。うん、砂糖醤油みたい。ポテチ一押しは片揚げポテトの薄塩。うん、うん、関西限定で売ってます。甘い、これ本当に。九州醤油も美味しいよ。だって食べてみたい。今日は一日レッスンです。でも空き時間がバカ長いの。充電器さすとこあるかな。全員が個室待機なの。だって今配信してるメンバー数人いるよね多分。美味しい。そう、武道館のレッスンです。飲み物はこれ、これです。なんかルイボスティーがめっちゃ好きで、なんか私ジュースをあんま飲まないんですよ。こう見えてジュースをあんま飲まないんだけど、ティーとかお茶はめっちゃ飲むの。てかお茶が好きなんね、ティーが。うん、だから最近マジでルイボスティーばっかり飲んでる。一緒やだって。一緒、美味しいよねルイボスティー。ルイボスティーでちょっと前はジャスミン茶にハマってて、ハマってて、てか美味しくてずっと飲んでて、うん、なるほど。おすすめ、美味しい。ノンカフェイン
ノンカフェインだと何なの？美味しい、これ。眠くなりにくい成分が入っていません。ん？眠気が覚めない。じゃあ眠くなるってこと？難しい日本語。ん？逆？ん？カフェイン摂取しすぎると体が良くない。じゃあノンカフェインってことは体にいいってこと？時間気にせず飲める。覚醒成分が入ってないので夜に飲んでも大丈夫。覚醒成分？逆に何に入ってんの？覚醒成分に。エナジードリンク。あ、なるほどね。あんま飲まないや、エナジードリンク。コーヒーも飲まない。あ、お茶に入ってんだ。そうなんだ。じゃあ逆にさ、朝のレッスンはこれ飲むのやめようかな。なんか眠いんだけど、ずっと。ずっと眠いんだけど。うん。飲むのやめた方がいいね、これ。ちゃんと寝ることできてますか？なんか最近ね、朝起きれないんですよ。まあ、遅刻するほどじゃないんだけど、なんか家出る30分前には鳴らしてるのね。でも起きれなくて10分前に起きる。だから朝起きて着替えて、お茶飲んで歯磨きして髪の毛やって出るみたいな。もうそれほぼいつも。うん。切れないんです、うん、夜更かしっていうか、最近も帰ってくるのが遅くて、毎日ガルアワとかレッスンとか歌コンとか結構夜遅くて、うん、早く寝れないっていうこともあるけど、うん、携帯もね、マジでなんか前、なんか7号がなくなってから携帯をあんまり触らなくなった。なんか7号があったからめっちゃ携帯触って、みんなのコメント見たり、なんか気になったこととかがあったらすぐ言って、みんなの反応を見て楽しんだりしてたけど、7号がなくなって、ミバースとかもあるけど、7号が楽ちんすぎて、やっぱもうできないんだって思ったら、本当に携帯触る
ことが少なくなって、なんかマジで携帯触ってないすぎてやばい。でもウィバースやってるから見てね。あのさ、ウィバースの DM ってさ、通知来るのかな。来る？あ、来るんだ。じゃあさ、みんなの通知？あ、DM の話です。DM。DM です。オタク側がエリちゃんのメッセージ読むと既読がつく。だってオタク側がエリちゃんのメッセージ読むと既読がつくどういうことだ。オタク側が、オタク側がエリちゃんの DM 読むと既読がつく、いや、どういうこと、わかん、どうしよう、理解できない、やばい、日本語がちょっと苦手になってきた。コメントは見てます。記録とかわかんないけどコメント見てます。多分オタクとか全然見てる画面違うから話合わないと思うんだって。見てる画面が違うらしいよ。世界が違うみたい。私とみんなは見てる世界が違ったみたい。ストーリーみたいに足跡つくかってことかな。だってない、そういう機能はない。とりあえずコメント来たら見れるっていうだけ。コメントを残さなければ証拠は残らない、それ。
それです、正解。座布団1億枚。ヘイエリちゃんだって、ヘイエリちゃんです。めっちゃお腹空いてきた。だってもう昼かな。もう昼なのかな。まだ12時じゃないんだ。早起きするとお昼まで長くてビビる。だってね、早起き偉いねみんな。今日満員電車に乗ってましたけど、なんかああいう満員電車毎日さ乗って通勤してる人がいて頑張ってるって考えたら泣けてくる。偉すぎて。あんな、あ、毎日乗って偉すぎて。絶対きついよね。給料を上げてほしい。満員電車、まあ5分とかなら頑張るけど、あれを30分とか乗ってる方毎日すごいです。普通に働いたことがない人の発言だって。いやでも私も結構毎日車乗ってるけど、これに毎日って思ったら、めっちゃ近くに住むって思った。そしたら毎日乗るんだったら、すごいよ本当に。絞り忘れちゃった、最悪。ティッシュもない。なんか誰かけの、誰かの食べかけの弁当が置いてあるここに。誰ですか。おしぼりついてたのに忘れちゃった。
眠いよ。リップも、リップもさ、リップもしたいしても拭きたい。ちょっと待って、一回手洗ってこようかな。待っててください。よいしょ。リップ塗ってくる。え、長いかも。ちょっと、開かない、やばい。よいしょ、ドアが開かない、やばい、狭い。ちょっと待って、やばい、出れない、出れない。出れないよ。よいしょ。ただいま。どうでした？どういう状況？待ってたって、イエーイ。よいしょ。間取りを把握してました。出る。よいしょ。平和でした。イエーイ。細長いものは何だって。どれ、これ、わからん。いい壁だったね。よかったね。とりあえず12時過ぎまではやめません。長袖です。昼配信珍しいね。だってさあ、生地感だから今。うん、手相に才能あり。手相見れる人います？
稽古で千秋楽出ますか。まだ発表されてないんだ。アイコのライブ行きたかったよね。だって行きたかったよ。運命線が恋だって。え、そうなの。どれ運命線、どれ。真ん中のやつ、これか。縦のやつ、これ。これどっちにもあんだけど。はあ。ゲッターズ飯田さんに見てもらいたい。え、わかる。金運悪いみたいだって。おい、でたらめなこと言うな。リミスタ届いたんだけど外に置き配されてめっちゃ焦った。だって。え、なんで。え、あの CD のまま置かれるわけじゃないでしょ。いや、そっか、リミスタでも届いてるんだ。嬉しい。大事にしてください。イエイ。リミスタ早いよね。なんかお話し会のさ、サイン会のお話し会のサイン会のサインはすっごい届くの遅いのに、リミスターめちゃくちゃ早い。うん、そっか。でもさ、よく考えたらさ、リミスターはさ16人だけじゃん。16人だけだけど、お話し会のサインって考えたら全メンバーだからさ、大変だよねって思ったんだよね。うん、でもユニバーサルになって前よりは早くなった。どう。よかったです。握手会で受け取れないようになった。確かにそれあるね。それいいよね。だってさ、こっちも郵送しなくていいし直接渡せるから。あ、直接で私たちからじゃないけど、うん、あの手間がね、いらないから。武道館まであと今日4だから16日か。早いな。次のお話し会もサイン当てたいな。だって当ててください。イエイ。Smile makes me smile. あなたの笑顔は私の笑顔を作ります。だって。わお、嬉しい。 You smile beautiful。 今まで一回も当たってない。だって。今回は当たりますように。
寝落ちしそうではないです。眠いんですけど、眠いよ。今何時何分ですか？10時56分。なるほど。寝ますよ、後で。あと3分で会議終わる。会議、大人のさ、その会社の方々の会議ってどういうこと会議すんの？あ、ダメか、これ言っちゃいけない、企業秘密だけど、みんなも意見ありますってこうやって言うの？働いている方に質問なんですけど、働いていない方は答えなくて大丈夫なんですけど、働いている方に質問なんですけど、会議とかで意見あるときはすいませんみたいな感じで手を挙げて、あのこれはですねみたいな、なんとかなんとかでありますので、なんとかなんとかなので、なんとか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 でございますみたいな感じで言うの。意義ありって言っちゃうかもなって。すごい。意見有用。どんな会議かによる。意義あり、意義ありとか、え、ドラマだけのセリフじゃないんだ。意見求められれば、そんなかしこまってないけど言います。日本は会議多すぎ。会議の種類による。なんか小学生の時に、なんかめちゃくちゃ頭のいい男の子がクラスにいて、でなんかそういうさ、会議みたいなさ、授業でやるんですよ。やったの。なんかこっち派こっち派みたいな、何々派何々派みたいながあって、なんかそういうディベートみたいなのがあって、なんかそれでなんかその男の子がペチャ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 ずっと喋ってて、ペチャペチャって言い方悪くないけど、ずっと頭のいい子がずっとブラ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 ってめっちゃ長い文喋って、それで喋った後に小田さんどう思いますかみたいな言ってきたわけ。いや私聞いてないし、その話まず長いから。しかも絶対私はこれについて何も 言えねえだろうみたいな雑魚を狙って、小田さんどう思いますかって聞いてきたって分かったわけ。うっ、なんかもうなんやこの人って思って、でも何って思って、聞いてないから答えられなくて、そう雑魚狙いだったんですよ絶対その子は。うん、何って思って、もう結構10秒ぐらい沈黙して、どうしようって考えて、私はもう一度お願いしますって言って謎に絶対そう、じゃあ同じこともう一回言えるのかなみたいな感じで、もう一度お願いしますって言ったら笑ったんです。その笑われたんです笑われた。もうそうやって雑魚をさ狙ってるから、うん、雑魚狙いやめて、雑魚し、雑魚し、要点をまとめてもう一度お願いします。あ、いいねそれ、小学生だったからまだ10代じゃない、もうまだ0代だったかも、
なんて言うんですか、未成年って言えばいいの、未成年じゃないか、10代以下って何、なんて言うの、0代だよね。0歳って人間の、日本人の人間が0歳っていうのがあることを結構ここ数年で知ったんですけど人間、日本ので生まれた人間が0歳っていう年を通過することをさ、もうここ数年で知った1歳が始まりかと思ってた。1歳スタートかと思ってた。うん、てか考えたことなかった。うんいや考えたことなくて、なんかその生まれた時に何歳とか、うん、でなんか0歳っていう話になった時に0ってなって、うん、ゼロ、あ、そっかって思って、考えたことなくて、それまで生きてて、生まれた時に何歳かとか、何ヶ月とか、生まれて3ヶ月とか言うけどさ、それが何歳かとか気にしたことなくて、5ヶ月とか、あ、5ヶ月の子なんだって。だから知った時に嬉しかった。この子まだ5ヶ月なんですよとか言うやんだって、え、でもそれは5ヶ月だなって思うとか、でも0歳だなとは思わない。うん、とか知った時にね、嬉しかったです、知れて。うん、あとタクシーはなんか何人で乗っても値段は同じだっていうのはマジで今年知りました今年の4月に知った。そう、なんか2人とかで乗ったらなんか1.5 倍とかかなって思ってた。今2倍かみたいな、 1.5 倍かみたいな。そう、え、だからいっぱいの人で乗ったら割り勘してめっちゃ安くなるって、めっちゃいいじゃんって思って。そう、今知りましたって、お、知れてよかった。めっちゃ良くない？いっぱいの人で乗ったら。あ、そう、カラオケだと人数分、そう、カラオケ、そう、カラオケ、そう、カラオケと同じかなみたいな。うん、でもカラオケってさ、一人で入ると、今一人カラオケって高いんだよね。カラオケよく行くからさ、一人で。河口湖のエイトコーの時に富士急から会場までオタと一緒にタクシー乗った、だって富士急から会場まで知り合い。時間帯によってタクシーの値段違うの、この前知った、だって。夜は高いとかでしょ。深夜料金、それは知ってた、ずっと。
知らないオタクとタクシー一緒に乗ったことある。え、めっちゃいいじゃん。え、知らないオタクとタクシーに乗ったことある方いますか？ないかな。え、なんかあるあるだと思ってた。ないです。だって昔やった遠征した時にはたまにない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 河口湖は3人で乗って割り勘、知ってるオタクしかないかな。さすがにない。だってでも行く場所同じだったらさ、その分さ割り勘できるからさ、めっちゃ良くない？だってさ1500円の道とか1人で乗ったら1500円でしょ、2人で乗ったら750円でしょ、3人で乗ったらもっと安くなって、4人で乗ったらもっと安くなるってことでしょ。めっちゃいいじゃん、すごいじゃん。いや、お得じゃん。いい気づき、よかった、知れて。小田ちゃんは知らない人と乗れるの？だって。え、乗ろうと思えば乗れる、行き先が同じなら。目的地逆方向だと同乗しづらいね。だってそれは絶対乗らないけど、一緒に逆方向で乗るってどういう思考？同じ場所だから乗るんじゃん。逆方向でどういう思考？でもさ、ご飯食べててさ席がないからさ、知らない人と同じテーブルでとかなったことなくて。あるのかな？ない、そういうのないんだよ。うん、 あります、ある。でもさ別に気まずいとかないよね、絶対。それでだって自分の世界じゃん、会話とかしなきゃいけないとかないじゃん、喋んなくていいから。それも別に、ラーメンとかなら全然ある。だってサラリーマンしょっちゅう、あるある。それはよくある。ある、あるんだ。それ相席っていうの？相席になったことない。ビジネス街のランチだとある、ランチタイム特に。だって、いや気にならないよね。同じ席から仲良くなって飲みに行ったことある。強っ、強
え、すごい。相席、相席になったことない。確かにお代理が出たコットンクラブとか確かに相席だったね。あれエリちゃんほんと可愛すぎるから嫁に任命するわ。え、やめて勝手にやめて。私の意思も尊重してほしい。だからやめてほしいごめんちゃいな。相席全然ある。だってタクシーだと厳しいのに、タクシー4人席で正面2席空いてるのに目の前に座られたの嫌だった超久々に見たけど元気そうでよかった。だって久しぶり。今日はみんなオフィスにいますか。なんてどういうこと、誰に聞いてる。相席なったことない。マジであるかな。ディズニーとか遊園地とかの乗り物で4人乗れるやつで2人で行った時に2人で乗って1人来たみたいなのはあったかも。うん、それも相席っていうね。うん、シングルライダーの方が来た。うん、いやディズニー行きたい。新幹線も相席っていうの？だったら全然あるよ。相席、新幹線も相席とか言う。カップルとシングルライダーで一緒になると気まずい。だってそれはやだ。絶対に絶対に無理。シングルライダーってさ早く行けるじゃん、ディズニーの。でもカップルと同じところに入れられるのは絶対にやだ。絶対にそれはかわいそう悲しい。うん、iPhone15 軽いですか？持ってないです。ディズニー一人で行ける？だって、まあ、行けると思うけど一人では行こうって思わないかな。うん、観覧車相席はきついね。観覧車は相席するものじゃない。一人でもガンガン行く人いますね、ディズニーだってね。でもすごい、でもそれもめっちゃいいと思う。一人でも行けるけど、そうディズニーは誰かと行きたい。まあ、全然一人でも行けるけど、
ディズニーでね、この前1週間ぐらい前ディズニー行ったんですけど、そう、写真とかまだね載せてないんだけど、あのね、あれ可愛かった。なんか被り物つけるじゃないですか、ディズニーって。私はハロウィンのお化けの3つお化けがあってる、ハロウィン仕様のこのカチューシャをつけたんですけど、それはもう売り切れてるらしい、ディズニー。もうないらしい。うん、シーに行きました。ディズニーシーに行って、そう、でもね、なんかね、めっちゃね、カチューシャとかいっぱいあった。激混みだったよ、本当に。なんかタワーオブテラーね、夜になんか100分待ちって出てたんですよ、アプリで見たら。100分だったら頑張るかと思ったら、結局2時間ぐらい並んで、しかも外がめっちゃ寒くて、私めっちゃ薄着だったんですよ、その日。で、寒すぎて、私タワーオブテラー並んでる途中に寒すぎて、なんかもう感覚がなくなってきて、体のなんかやばいなみたいな。でもこんなにいっぱい並んでるのに列抜けるわけにはいかないし、友達も一緒にいるのにここで抜けてごめんってなるのは嫌だって思って、最後まで並んでタワーオブテラー乗ったんですよ。で、帰ってる途中に本当に寒気がやばくて、そう、これはやばいって思って、そこで風邪ひいてそう、そこで熱が出ました。そう、もう本当寒すぎて、タワーブテラ並んでる途中にあのゴキブリも見たし、なんかもう鳥肌がすごくて、うん、凍えちゃって、そう、タワーオブテラーもさ、めっちゃさ、こんな、なんかタワーオブテラーってディズニーの乗り物、こうやって縦のこうやってバーンバーンっていうのも、なんかもう怖いとかよりも、もう早く、もう早く早く早くって、もうみんなキャーとか言ってたんだけど、もう私はもう早く早くって思って、でも友達とかはさ、エリちゃんみたいな、やばい高いとかって言ってるからさ、高い高いとかって言うけどさ、もう寒すぎて、もうその時はーんって、あーみたいな、もうそう、演技もうぶっちゃけ、そう、ぶっちゃけもう演技で、もうあーとかって、もうそう、でも楽しかった、めっちゃ。そう、でも、もう家に帰ったら38度あって、やばっってなって、そう、リミスタやった時も熱があったんですけど、でもまあ全然もうカラッて治って、急に普通に風邪ひいた。急に寒くなったからね、ちょっとみんなも体調気をつけてください。男の笑い声が、マネージャーさんかな、なんか会議してるのかな、
半袖短パン寒いね。プライベートで USJ はあれサヤリンと去年行った。行きたいまた USJ。 あとあれも行きたい、ハリーポッターのやつ。ハリーポッターのさ豊島園行きたい。東京にあるの？ハリーポッターのやつってどこにあるの？豊島園ってどこにあるんですか？練馬？豊島園？池袋？そうなんだ。行きたい、めっちゃ。エクスペトラパトロナム、ハリーポッター。今何時何分だろう。23分。じゃあそろそろ配信終わります。また空き時間暇だったらやるかも。じゃあありがとうございます。長い時間見てくれて。じゃあランキングいきます。13位ケン・キザキ、12位鉄板23エモン、11位オープツブちゃん、10位ファデル、9位ムラッペ、8位クロワ、7位 YSA73、 6位タンちゃん、5位ラピス、4位筋肉愛好家、3位ナオキ、2位キヨ、そして1位はナオキ。ありがとう、皆さん見てくれてありがとうございました。また空き時間メールとかウィバースとかします。見てね、バイバイ。